はい、というわけで、25日の夜9時からと26日の9時までの予定で、僕の真夏の大一番ニコプロ24時間テレビを、日テレの24時間テレビは26日にやるみたいですけどね。多少重なるっすかね。土曜日の夜からみたいな、日曜日に一日中みたいなね、ちょっとだけかぶるかもしれないですけどね。一日早く24時間テレビ僕やるということで、はい、タイムテーブルは大体出たので、はい、それの発表ということで、はい、じゃじゃん、とりあえずダンと見せちゃう、全部見せちゃう、とりあえず25日の9時にオープニングスタート、はい、10時、22時からはどのこうのスペシャル、おスペシャル、弊社社長をお招きして、また和弘社長ですか、そうですね、はい、林さん、はい、カズザップ、はい、講師と、ね、開講するんですね、ね、西島さんのあれもありますしね、はい、それでゲストに来てもらって、はい、まあいろいろ喋ったりなんだり、あと噂ですと、はい、メキシコに行かれてる、そうですそうです、だからね、メキシコの風となった、はい、風になっちゃったんです、ね、まあですね、藤村康平も、はい、一応今V どんな生活をしているのかというか、メキシコの状況の報告の VTR を撮ってもらってるんで、なるほど、それも林さんと一緒に見ようかなと、はい、多分林さんもメキシコ行ったことあるから、いろいろ分かったりできると思うので、ちょっとそれは面白いかなという感じですね、はい、そしてそこから24時、もう一つのレッスルワングランプリ、お、何でしょうこれは、ね、僕が出場したレッスルワングランプリ、はい、1日であるトーナメント8人参加、はい、ありましたが、これは、単純にオセロで一番強いやつを決めようと、なるほど、そして、独断の偏見で決めた8名に戦ってもらおうと、あ、河野さん選抜なんですね、まあ適当にくじで決めようかなと、これから、ね、はい、そして、はい、もうやらせようと、はい、はい、そして日付を変わって25時30分、1時30分ですね、はい、近藤説法、おお、一番眠くなる時間に帰ってきた近藤説法、はい、去年好評でしたからね、あれ一部に公表でした、あれ公表出なかった、一部にこの時間に近藤説法は、はい、レッスルワンへの量子力学的なレッスルワンの不明になってしまうんじゃないかなと、24時間レッスルワンの、そうですか、ここで耐えきれたら、はい、耐えれたら24時間いけるぞと、いけるぞと、26日も頑張れるぞと、頑張れるぞというためのここなんじゃないですか、本当ですか、近藤説法でね、近藤さん、近藤さん、近藤さん、西島さん大好きでね、僕は大好きです、はい、近藤さんとの対談、トークショーをね、はい、繰り広げようと、はい、それのあと今度3時30分、はい、30分からはぶらり横浜、お、何でしょうこれは、これは西島さんと動物園に行くはずだったんですけども、はい、雨降りそうだなってことで、はい、横浜ブラブラしますかと、はい、いう形で横浜文体大会の煽りも兼ねて、はい、横浜の街を2人でブラブラしましたね、しましたね、はい、これは、はい、これただあらかじめ言っておくと、その横浜文体を見て、はい、その余った時間で見ていただいた方が、うん、あ、楽しそうだな、ここ行ってみたいなって思ってもらえると嬉しいなと思ったんですけど、そうですね、そういう形にはならなかった、そうですね、まあまあでも枠としてはもう動物園枠なので、はい、お見舞いしてやると、いやもうそうです、眠いやつらにお見舞いするってことです、ね、3時半から1時半、辛い時間を辛くしてやるということです、はい、より近藤さん説法かを耐え抜いたが、はい、我々の横浜ロケでお見舞いすると、超人オリンピック の, ふるいですね、そうですね、はい、その役割は、そうですね、やってもらいましょう、はい、そして今度は朝5時、5時になったらそのぶらり横浜で耐え切って外がちょっと明るくなったかなという時間、はい、5時には、この前先週末
週末行われた 8.19 の夏祭り、はい、レスランがね道場でやった夏祭りの模様を西野さんとね健さんが取材に来てくれたのでね、はい、その模様と、あとリング上で起こってたことですね、記者会見ゲームとかいろいろね分隊に向けての、はいはい、で、あともう一つはあの僕が今いろんな人とゲストを迎えて対談撮ってるんで、はい、それをちょっと見てもらおうかなと、はいはい、これもう意外な顔合わせが、そうですね、基本は普段僕が接しない人たちですね、団体内の方とかではないっていうことですね、そうです、はい、あのねレスランの関係者ではないっていう、はい、はい、楽しみです、はい、それで朝が明るくなったので、はい、ご飯を食べたら、はい、朝ご飯を食べたら次はスマホなし待ち合わせ、すごいですね、全く企画名も変えずにまんま使う、そうですね、ガキの使いのモロパクリで、ね、はい、番組へも言ってしまいました、そうですね、はい、そして、やるのも6人というね、はい、もうほぼほぼ似通ったメンバーで、似通ったメンバー、はい、でもうロケも終わりましたね、そうですね、はい、ニューエラの6人に、はい、で今レスローの中心は俺たちだと言ってる彼らにね、まあここはね大人の対応で私も、はい、頑張ってくれと、はい、スマホなし待ち合わせ、本当にみんなは意思の疎通できるのか、このチームはユニットはということで ね、ユニットの絆が試される、はい、はい、それをやってもらうと、はい、東京都で、そして10時、はい、レッスルワン女子会、お気になりますね、ここはあれですね、ニコプロでなんか人気のコーナーは独演会っていうのがあるんです、そうなんですよね、なんかその、ここに演者がいて、はい、視聴者とのメッセージでやり取りをするっていうのが結構人気の企画だと、はい、でそこでうちは選手をぶつけるのではなく、はい、今交渉中は、リングアナの桜田さん、あら桜田さんニコプロ初登場じゃないですか、そうなんですよ、で、うん、実はね、学院の一期生でもあるし、なるほど、だからねいろんなことを桜田さんに聞けたりトークで話してもらったりいろんな話ができるんじゃないかと、いいですね、この近藤説法ぶらり横浜を耐え抜いた先に待っていると、はい、面白い企画が、はい、いいですね、ニューエラのね、ニューエラのそのバラエティー、バラエティー色の強い企画、ニューエラも良かったですよ、今日本当撮影しましたけど、いやぜひ、そしてその後に最後女子会でね、朝はね爽やかに、10時は爽やかにね、はい、綺麗なところで勝負したいと、いいですね、はい、そこで多分それくらいからあの本当に寝ちゃった人は復活するでしょうと、そうですね、でその後は、桜田さんの女子会が終わったら今度は分隊予想会、これ去年も好評でしたんで、ここからは去年で好評だった、はい、分隊予想会ですね、はい、これはもう有識者に集まってもらって、はい、分隊のマッチメイクを見て、はい、ああだこうだ、はい、しゃべろうかなと思ってます、これはもう去年が普通に面白かったんでやりましょうと、これはもう横浜分隊の煽りですから、はい、企画としては当たり前ですね、はい、でいろんなね、いろんな普段聞けない話とか聞ければ面白いと、で13時からはスタジオインタビューということで、はい、これは生で選手に来てもらってインタビューを、はい、やろうかなと、大会への意気込みですね、そうですね、はい、はい、まあ、あとはもう視聴者は質問したりとかもいろいろやってもらって、はい、インタビューはつけてやりたいと、これはもうあの選手は決定次第、そうですね、お知らせしたいと、はい、ブッキング成功次第、はい、はい、したいと、で15時、はい、3時来ました、知識王決定戦出ました、去年も大好評の、そうですね、去年がね賞品にテレビが出ましたからね、はい、今回も今企画現在調整中ですけど、はい、はい、商品を用意してそれを争うべく、去年この知識王って名前でしたけど、はい、去年は全く逆の効果が得られましたもんね、そうですか、逆知識王みたいな、そうですか、番組になっちゃってましたから、あら、おかしいな、うんちくをひけらかす、みんなの頭の弱さをひけらかす企画であったのに、はい、だったんですけど、あの大卒レフリーの方だった、そうですね、バカがバレるっていう企画になっちゃった、なってしまいましたね、今年はどうなのか、うん、そうですね、わかんないですよね、だから今回も選抜されたよりすぐりの、はい、皆さんが出ていただいて、はい、知識人たちが、そうですね、まあ常識問題を、はい、中心に、はい、答えていって、
またレスプロレスラーバカじゃねえぞってところをきちんとビシッと見せてもらいたいなと。あとはその臨機応変の力を問われるために、ね、前回ありましたけど武藤さんの写真で一言とか、そうそうそう、あのそうですね、大喜利的な要素 もあるんですね。やっぱそこはやっぱ頭の回転の速さっていう意味でも、はい、やっぱプロレス頭いいぞっていうのを見せてもらいたいと。設楽さん絶好調でしたからね。そうですか。コメントで前回それ来年投入されたんじゃないですかね、はい、それで爆笑をさらってましたから、ね、そうですよね。だからどん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 それはね、プロレスラーレスラーのプロレスラーバカじゃねえぞっていうのを、ね、はい、みんなにちゃんとアピール、世間にアピールしてもらうために、はい、それとあとはもう臨機応変な対応と、はい、やってもらわないとこっちも困りますから困りますね、はい、これが汚名を抱えたままだと困りますね。そうですね、あの返上していただレスラーバカばっかりだと思われたら困りますから、はいはい、そこはやりましょうと、はい、そしてそれが終わり次第ジューシースタジオインタビュー、また再び、はい、これもやっぱり生で、はい、ね、来てもらって、はい、また喋りましょうと。もちろんあの前の選手とは別の選手、ね、そうですね、そうですね、はい、そこはやっぱ変えていかないと、はい、で極力やっぱりこれは全1日24時間で1日を通してやっぱり画面上には全選手登場してもほしいので、うんうん、ロケでももうあり、あのもう V でも何でもいいので、生でもいいので何かかしら分隊に向けてみんなレッスロン一丸となって頑張っていこうという企画なので、はい、そしてそれが終わり次第今度は18時から無トーク来ました。武藤さんはスタジオに来るんですか。無トーク、いやここあれ3階だから無理でしょ。あ、諸事情により膝が痛い、膝事情により、はい、はい、というかこれはもう実は夏祭りで行われた無トークを実は企画でやってたのをもうニコプロさんには撮影してもらってますから、それをきちんと流すと、分隊に向けても喋ってもらってるはずなので、無トークってことですね。しっかり喋ってもらってました。喋ってました、はい、いい感じで。グレートムチャさんについて武藤さんが話されてる、はい、だからもう自分の街巡りに関してはもう、はい、完璧に解説してると、はい、無トーク。あとメインイベントに関しても注目の発言をしてました。あ、本当ですか、はい、さすが無トーク、ぜひご注目ください。そうですね、はい、そして今度は18時それが終わり次第大会中継、お、まあ、これはまあまあまああのね毎度ある、はい、ね、放送中には一大会分は大体大会中継がありますから、はい、今回は7月の7月のあの新百合ヶ丘工業、ね、新百合ヶ丘、ああだから大和の工業ですね、はい、8月がちょっと大会収録できる大会が、あ、そうでしたね、あの、はい、前の方にバババって入ってて、もうそこはね、はい、タイミングが合わなかったんで、ね、ちょっとタイミングの都合で、なので7月のその大和の新百合大会を大会中継すると、解説でご本人解説で、そうです、大和がブッキング成功したので、大和本人に来てもらって見どころだとかいろいろ喋ってもらおうかなと、はい、あとまあ個人的にあいつのなんですか怪我の状況とかも含めて、はい、あの大会中継に参加してもらおうかなと思っております、はい、そして、はい、それを大会中継終わったらエンディング企画と、はい、まあまあ上の方で漏れたあの時間があれして押す可能性もありますから、はい、24時間になるかどうか分かりませんと去年はなんだかんだ27時間、ね、7時間になってますからね、僕も分かりませんよ、はい、どうなるか。ただ24時には次の番組が入ってらっしゃるので24時までには終わりましょうと。だから最大27時間というですね、結局一緒っていうね、今年も結局27時間という、最大27時間です。そうですね、エンディングもねできれば誰かね駆けつけてくれるとね嬉しいですね。そうですね、走って、はい、走って駆けつけてくれたら嬉しいですね走ってる感動のゴールを、はい、これが、はい、充実のラインナップですね。ラインナップ今年もそうですね、いろいろね、西島さんと何回も会議した結果、はい、こんなになりましたよ。ちょっと漏れちゃった企画がスケジュールの都合で、どのコーナーで企画会議の際に、はいはい、フットサルとか、はい、あれは通常会で、そうですね、ね、はい、やりましょう。あとはレッスンできるまで新井さん密着だったり、新井さんの密着もね、今ちょっと、はい、新井さんがもう大変なことになってますから、新井さん大変なことになってます、はい、口の皮がボロボロですから、もう健康が、はい、健康、肉体的にね疲労が溜まってますから、はい、びっくりするほどちょっと痩せちゃってますし、ね、本当ですか、はい、もともとでしょ、あ、そうです ね あと犬がバカになっちゃう、
ね、ああそうですね、それ飼い主に似ただけでしょう。ああ、まあね、ちょっとね、ぜひぜひぜひだからまああのフットサルに関しては、はい、通常回でね、あの取れたら、あと、はい、この時期にフットサルの外のサッカーロケやったら死んじゃうっていう、熱中症で死んじゃうっていう説もありますし、ね、プラス雨が本当続いてましたからね。そうなんですよ、今週から持ち直すっぽいんですけど、そうなんですよね、そうですよね、はい、だ絶対僕らの中ではやらかす人がいるから、絶対僕らのやったら氷降ってるよ、氷。あ、ね、地獄ですね、地獄のような氷の中フットサル、フットサルならまずいので、はい、フットサル大会についてはまた、はい、後日改めて応援すると、はい、あとはありましたっけ、そんなもんですか、漏れちゃったのはそんな感じですかね、落選したのはね、はい、ただまあまあまあそこはうまいこと、はい、あれして、はい、まあ本当にあとは近藤さんが、え、今年も翌日大会ですからね、そうですね、だから26日24時以内に終わったら、はい、27日は千葉ブルーフィールド大会ですからね、はい、まあでもまあビアガーデンプロレスで、はい、どうなるか分かんないですけども、私また去年と一緒ブルーフィールドに行かなきゃいけないと、はい、翌日に千葉大会っていうのはブルーフィールドに同じ流れです、ね、全く一緒、はい、だからね、それでやらなきゃいけないので、ぜひ皆さんは見ていただいて、はい、レスラーは面白いなと、そうです、レスラーの、はい、布教活動なので、はい、一人でも多くの人に見てもらう、はい、知ってもらうと、はい、いうことを、あとはね、普通に見てくれてる好きな人はより好きな、はい、どっかね自分のお好みの選手が出るところだけでもいいので、はい、ぜひ見てくださいと、はい、ね、今回これはあれですもんね、全編無料いや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 入会会員のこちらもちょっと増やしたい、はい、だから皆さんぜひこの機会に入会して、はい、2000円キャッシュバック、いやいやいや、なんで1500円こっちが得意のレスの得意のキャッシュバック得意のはちょっとニコプロさんは得意じゃない、ニコプロ不得意です、ね、そうですか、キャッシュバック、はい、じゃあ仕方ない、はい、まあまあ YouTube でも、はい、ね、ニコニコプロレスチャンネルでもどちらでも、はい、ニコニコどこでもどちらでもいいので、はい、皆さんね500円払って見ていただければと、各コーナーに無料のお試しは入れたいなと思ってますけどね。おお、あ、じゃあ冒頭コーナー頭冒頭、はい、ああ、やらしいですね、最初だけタダで見せて続き見たいんだったら金払えという、そのそういうやり方なん僕らのやり方、まあまあまあビジネス、僕というか特に佐世さんの、佐世さんえぐいっすね、しかしそうないですよ、そうないですよ、ニコプロのやり方です、やり方が汚い、これがニコプロのやり方か、これがニコプロのやり方かと、はい、駐車場で胸張ってね、はい、これがニコプロのやり方ですと、はい、チラッと見せてちょい見せてその気にさせて金払わせる、気になったらお願いしますって、そうですね、はい、だから見ていただきましょう、はい、8月25日今週の金曜日、はい、もう間近でございます、よろしくお願いします、近藤さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今から寝だめします。